どうも、エザレットです。それでは、モンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。マスターランクを上げていたらなんかクエストが受けれそうな感じだったので、今回そちらしていきたいと思います。順調か。さあ、導きの地は調査順調みたいだということで、緊急の任務を持ってきた。ダミンと日ざけの日々。古代寺の森のクエスト。ほう。さあ、こちらのクエストを受けてくれということらしいので、ちょっとやっていきたいと思います。ただ、モンスターが歴戦だったね。行きましょう。任務。属性、どうしよっかな。ちなみに、今回から、弓です。だいぶ、いろいろと改造に改造を重ねて、装備もだいぶ変わってます。装備はイベルネロ、キリンの混合ですね。ただ弾が足りないんで、っていう感じです。ただ回避体術とか、にしてるので、まあ避けながら稼ぐっていう感じですね。レイヤーが、雷と竜だね。で、どこあるかな。ウルムあったね。ウルムが、火か。竜属性でいった方が無難な感じもするけど、いやーどうしよっかね。結構属性級に振り打った感じにしてます。いやー氷でいいかな。このまま行ってみよう。ただ歴戦なんでね、これと、いや青木の子もだいぶ使うね、やっぱりね。青木の子生産してたっけ。ああ今こっちか。まあまあいいかな、一気に増やせるだろう。あとは食事してやりますか。とりあえずあと毒瓶があるかどうかだね。毒瓶と、解毒薬あるね。じゃあ行きましょう。さあ歴戦区へということで、
頑張りますかね。さあこれも飲んで、さあまずレイヤーから倒してきたい気もするんだよね。さあできれば痕跡も取っておきたいね。さあいつもの場所かな。登って左か。あ、いたね。取ってもらってる。18か。やっぱ追撃とかないとダメージ低いね。歴戦っていうのもあるしね。これでちょっと弾が出ないかな。期待と期待としてはね。ちょっと傷つけたら少しはマシになれそうな気はするんだけど。ごめん、そこじゃないけど、嘘。落ちた。まあ毒よりかマシか。そう。あー、また落ちた。おお、こっち行こう。いやー落ちるねー。しかもだいぶ派手に落ちたの。こっちから登って、当たんねーなー。
はじけくるみは取っておいて、6個か。あ、まあ追っかけよう。いやー、時間との勝負になりそうだな、この感じは。さあ、こっち来い。違うなぁ。こっち、まあ、ダメージ悪くはないか。いいね、いいね、稼ぎが。いや、いろいろ武器作ってね、お金が足りないからね。お怒りで。こう、また体験と違った緊張感があるからね。このモーションはちょっときついな。おお、ここで手当たりか。まあ尻尾切ろうと思っても面倒くさいな、接撃つけるの。そう、このタイミングで増えたな。まあ悪くはないね。さあ来い。回復回復。その、ロックオンは困る。
プレスはきついな。おお。はい。足元の毒かハズラか。何か設置したんです。いや、違う、もう一人来たか。違うねー。いやー、供給弾が欲しい。ちょっとやっぱ弓はこれあれがないと火力不足だな。追っかけてー。まあでもやっぱ圧倒的にダメージは低いからね。お、ゾラっぽい感じの。いきなりっすか。しくった。それはいかん。その動きはいいか。弾が出ないか。あ、個人的にはジャンプしていった方が強いんだよね。さあ、弾だ。嘘。そのタイミングで逃げるか。まあ仕方ない。まあただ瀕死だね。これも捕まえる方が楽ちんかな。
さあ捕獲しよう捕獲。ちょうどね、レイヤの天輪が欲しかったんだよね。いやー高い。でもまだスタミナライチュウかなを使ってるからスタミナはまだ楽。捕まえてきやーす。これもゲット。いやー飛んでいった方が楽だったかな。あれってか、寝てるよね。さあ捕まえます。さあさあゲッチュ。これでまずゲット。さあバウンティも一つ達成して、こっちかな。ナイス。いやーね、モンスターあそこから長いからね。鬼人薬グレードとか飲んでてこれだからな。いろいろ考えもんだね。で免疫だっけ。うん、オッケー。免疫ならよしと。痕跡痕跡。めっちゃ落ちてるじゃん。いや、こっちだね。え？どこに行かす？キャンプじゃん。なんでそっちに行かせた？やっぱあんま当てにならんな。これ右だしね。かつ下に行ったね。まあいいや。そうそう、ここモンスター壊しないといけないからね。さあ歴戦パウルム下か。強制的に下ろすっていう。あ、よし、君も麻痺。で、取りに行くぞ。結構弾でね、ダメージってか変わってくるからね。あ、すまへん。
外の麻痺は入りにくいからね、もうね。あの顔はまあ結構好きだから全然いいんだけど。いいね、いい感じに攻撃当たってるね。超クルクルした。これはやばい。あ、違う。それでは未登録って乗りは失敗するとダメージでかいね。ダメか、全当たった感じがなかったな。てかシリじゃん、カッコあー、ウィッチャー3しないとな
うん、ジャグラフさあ、エリア移動みたいですね。さあ、フルチャージもして追っかけますか。いや、なかなかスリンガー弾を落とさなくなってきたね。松明の方が壊れないか。痛いねねえか、それ。マジか。綺麗にこっち抜きすぎだ。ここは出るんじゃないか、気づいてないし。あ、やっぱ出ないか。なんでだろう。このあたりちょっと調べとこうかな。まだか。もう少しだもと思うんだけどね。やっぱレアよりかかるな。まあ、落石とかもあったからその分削れたって感じか。あと全体的にレアよりちょっとめんどくさいキャラではあるから、やっぱ攻撃回数が減ってるのかな、全体的に。さあ、先行耐性がついてきてるから、やっぱ落ちなくなってきたね。
危ない、装備が役に立った。機能嫌いなんだよね。で、使ってると結構誤作動起きるね。誤作動がね。まだか。蜂蜜ゲットして、ここ寝床っちゃ寝床なんだよね、こいつね。破壊がそんなにできないのがきついな。って言ったらできたね。やっぱ傷が入るとダメージ乗るな。よし、落ちた。あれ？起きるの早くありません？さあ、しっかり手に入れて。毒は嫌です。だよね、フルチャージでちょっとでも稼ぎたいんだよね、攻撃力を。いや元気やな、毒受けながら走っていったけど。さあ免疫の装備をセットして、スタミナ切れ。
もう、あ、そう来るか。ダメか。三段とは言えって感じだね。おお、危ない危ない。先行、いや、使うまでもなかった。これで翼もちょっとずつダメージが取るようになっちゃって、まだか。さあ、調査レポートがいい感じに溜まってるね。あ、もう捕獲できるね。なんか思い出して帰っていったような感じになったけどね。まあ、捕獲しましょう。眠らせないと。この虫は合っているのか。普通に飛んでいった方が早そうな気もするな、この感じは。うん、味方が先行ってるね。やっぱその方が早そうだね。あれ、でもなんか戦ってる感じがするね。あ、いや、そうでもないか。もう結局着いたの同じぐらいって感じだね。さあ、尻を抜いて、マジで？ナイス。いやー、無事クリア。まあまあまあ、3人だったけどクリアできてよかったって感じだね。さあ、おー、天輪来た。いいね。潮流玉の方は来なかったけど、導きのレベル上限が解放されたか。地帯レベルは上がったけど、なんかマスターランクが上限が取れるっていう感じではないんだね。あ、でも今の上限を解放するっていうことは、それなりにクエストはやっていかないといけないみたいだね。
ってことは砂漠やら何やらいろいろ今から出てくる感じになるのかな。あ、いや、上限解放されたね。50。まあまた地道に上げていく感じか。さあ、お話は特にはないね。まあ素材が手に入ったつってもっていう感じだね。まあ調査見とこう。あ、そうだね、配信バウンティー無事クリアと。お、飛びかかちの歴戦、あ、歴戦出るようになったね。一応持っとこう。の割には弾も出なかったね、歴戦の割にはね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。まあ、またランク解放的なのが出てきたりするんで、まあ、次回はねそちらの方をしていくような感じになるかなと思ってます。まあ、またマスターランク上げないといけないんだけどね、次は何歩まで上がるかっていうのも一つありますので、お楽しみにしておいてください。ちょっと間が空くかもしれないですね、配信までにね。ということで、今回はここまで。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。